ブラジルの大手雑誌社から派遣されたレポーターが特集記事を組むにあたってこの教会を取材しました。彼は私たちの教義を研究し、宣教師訓練センターと人道支援センターを訪問しました。教会に対してあまり好意的でない人とも話をしました。その後私とのインタビューでこのレポーターは本当に当惑しているように見えました。こう尋ねたのです。皆さんのことをクリスチャンではないと思っている人がいますが、これはどういうことでしょうか。彼が教会全体のことを話しているのは分かっていましたが、私は自分に向けられた質問と感じ、心の中でこう自問しました。私の生活は私が救い主に対して感じている愛や献身を反映しているだろうか。イエスはパリサイ人にこう尋ねられました。あなた方はキリストをどう思うか。最後の裁きの時に私たち個人が主の弟子になっているかどうかを裁くのは友人でもなければ敵でもありません。むしろパウロが言っているように、私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。その日、私たち一人一人にとって次のような質問が重みを帯びてきます。キリストは私をどう思われるか。イエスは全人類を愛しておられました。しかしイエスを取り巻く人々の中には、偽善者、愚かな人、不法を働く者と称され、主に咎められた人々もいました。御国の子、世の光と呼ばれ、主に良しとされた人々もいました。目をくらまされた人、目を結ばなくなる人と称され、主に非難された人々もいました。心の清い人、義に飢え渇いている人として主に褒められた人々もいました。選ばれた者、弟子、友として主にとどまれた人々もいました。そのようなわけで、私たちはそれぞれ次のように自問します。キリストは私をどう思われるか。モンソン大官庁は、今日の社会は霊的なものから遠く隔たり、私たちの周りで世の中が変わり、社会の道徳基準が目の前で崩れていこうとしていると語っています。キリストとキリストの教えを信じず、ないがしろにする傾向が増してきている時代なのです。この激動する環境の中でイエス・キリストの弟子であることは私たちにとって大きな喜びです。私たちは主の御手が世界中に述べられているのを目の当たりにしています。私たちの目的地へと続く道は美しく整えられています。永遠の命とは、唯一の誠の神でいますあなたと、またあなたが使わされたイエス・キリストを知ることであります。この末日に弟子となることは、永遠に輝く勲章となることでしょう。この大会期間中に聞いたメッセージは、弟子として旅の途中で主から与えられる道しるべです。過去2日間大会の話を聞き、霊的な導きを求めて祈り、耳を傾け、さらにはこれらのメッセージについてこれからの数ヶ月間研究し祈るときに、主は聖霊の賜物を通して私たちの状況に見合った指示を授けてくださいます。この時感じる気持ちは、私たちをさらに神へと向けさせ、悔い改め、従順、信仰、そして信頼へと導いてくれます。救い主は私たちの信仰ある行いに応えてくださいます。もし誰でも私を愛するならば、私の言葉を守るであろう。そして私の父はその人を愛し、また私たちはその人のところに行って、その人と一緒に住むであろう。私に従ってきなさいというイエスの呼びかけは、霊的なオリンピックで競争に参加できる人だけに向けられたものではありません。実は主の弟子になることは決して競争ではなく、すべての人に対する招きなのです。主の弟子としての旅は、競技場のトラックを走る短距離走でもなければ、マラソンでもありません。それはより素晴らしい世界を目指す生涯をかけた旅なのです。主の招きは日々の務めへの呼びかけです。イエスはこう言っておられます。もしあなた方が私を愛するならば、私の戒めを守るべきである。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。私たちはいつも最高の状態というわけにはいかないかもしれませんが、私たちが努力している限り、イエスの招きは励ましと希望に満ちています。すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。今主の弟子としての道を歩んでいるのであれば、その道のどの地点にいようとも、
皆さんは正しい道、すなわち永遠の命へ続く道を歩いていることになります。私たちの前途には偉大でかけがえのない日々が待ち受けています。その中で私たちは互いに高め合い強め合うことができます。どのような困難に直面しようとも、どのような信じがたいことに取り巻かれようとも、信ずる者にはどんなことでもできると宣言された神の御子を信じる信仰を持とうではありませんか。主の弟子として行動する2つの例を紹介しましょう。最初の例はトーマス・S・モンソン大館長の生涯から引用します。この例から小さな思いやりと、あなた方のうちで一番偉いものは使える人でなければならないというイエスの教えが分かります。20年ほど前のこと、大館長は総大会でがんを患っている若い女性について話しました。彼女の勇気と、彼女をテンパノガス山の山頂まで抱えていった友人たちの思いやりがテーマでした。数年後、私はジェイミー・パーマー・ブリントンに会って、同じ話を別の視点、すなわちモンソン大館長が彼女のために何をしたかという視点から聞きました。ジェイミーは1993年3月にモンソン大館長に会いました。腫れ物が急激に成長する骨肉腫だと医者から言われた翌日のことでした。彼女の父とも共にモンソン大館長は真剣の祝福を施し、イエスはあなたを支えてくださるでしょうと約束しました。ジェイミーはこう語っています。その日、モンソン大館長のオフィスを離れるとき、私は自分の車椅子につないであった風船を外して彼にあげました。あなたは最高。風船にはそう書いていました。化学療法と温存手術の間も、モンソン大館長は彼女のことを忘れませんでした。ジェイミーはこう語っています。モンソン大館長はキリストの真の弟子になるとはどういうことかを模範で示してくれました。最初の出会いから3年後、ジェイミーはモンソン大館長のオフィスに再び訪れる機会がありました。この2度目の出会いの最後に、モンソン大館長がしてくれたことをジェイミーは決して忘れないでしょう。モンソン大館長らしい行為でした。3年前にジェイミーからもらった風船で彼女を驚かせたのです。あなたは最高。風船にはそう記されていました。モンソン大館長はがんが治ったら自分のオフィスを彼女が必ず訪れると知っていて、その風船を取っておいたのです。最初の出会いから14年後、モンソン大館長はソルトレイク神殿でジェイミー・パーマーとジェイソン・ブリントンの結婚式を執り行いました。私たちはモンソン大館長が主の弟子として示した模範から多くを学ぶことができます。モンソン大館長は中央幹部に次の簡単な質問について心に留めることをよく思い起こさせてくれます。イエスならどうされるだろうか。イエスは街道塚さに言われました。恐れることはない、ただ信じなさい。主の弟子になるとは、平穏な時だけではなく、困難な時にも主を信じることです。主は私たちを愛し、ご自身の約束を守られます。そのことを確信することによってのみ、私たちの痛みや苦痛は和らげられます。私は最近、主をどのように信じるかを素晴らしい模範によって示した家族に会いました。ハイチのポルトープランスに住むオルガン・サンテラス、サリン・サンテラス夫妻です。2人は次のような話をしてくれました。2010年1月12日、地震がハイチを襲い、壊滅的な被害をもたらしました。その時オルガンは職場、ソリンは教会にいました。3人の子供たちは自宅のアパートにいました。5歳、3歳、1歳の子供です。町のあちこちが見るも無残なありさまでした。皆さんも記憶している通り、あの1月にハイチで何万人もの人々が命を失いました。オルガンとソリンは子供たちを探すためにアパートに駆けつけました。サンテラス家が住んでいた3階建てのアパートの建物は崩壊していました。子供たちは逃げ遅れていました。建物の崩壊があまりにもひどい場合、救助活動は行われませんでした。オルガンとソリンは2人とも専任宣教師として奉仕し、神殿で結婚していました。彼らは救い主を信じ、自分たちに対する救い主の約束を信じていました。しかし
子供たちを失った悲しみに涙が止めどなく流れ落ちました。オルガンは最もつらいその状況の中で次のように祈り始めたと言っています。天の父なる神様、もし御心にかなうことでしたら、一人だけでも子供を生かしてください。どうか私たちをお助けください。何度も何度も彼は霊感を祈り求めながら建物の周辺を歩き回りました。隣人たちは彼を慰め、子供が亡くなったという事実を受け入れさせようとしました。それでもオルガンは希望を持ち祈りながら倒壊した建物の瓦礫の周辺を歩き回りました。その時、途方もなく奇跡的なことが起こりました。オルガンの耳に小さな赤ちゃんの泣き声がかすかに聞こえたのです。それは他でもない彼の赤ちゃんの泣き声でした。隣人たちは何時間も必死になって自分の身を危険にさらしながら瓦礫を掘り起こしました。夜が来て辺りは真っ暗になりました。耳をつんざくようなハンマーと蚤の音が響き渡る中、救助活動を行っている人たちはもう一つの音を耳にしました。彼らは作業の手をやめて音のする方向へと耳を傾けました。自分たちの耳が信じられませんでした。小さな子供の声だったのです。しかも歌っていたのです。後日なんですが、5歳のガンチは歌を歌ったら父親が自分の声に気づいてくれると思ったと語っています。落ちてきた重いコンクリートの下敷きになり、後に腕を切断することになりましたが、そんな状況でガンチはお気に入りの歌、神の子ですを歌っていました。時間が経過し、ハイチに住む多くの尊い神の息子娘たちが暗闇し、そして絶望を経験していた時、サンテラス家は奇跡を経験しました。ガンチ、アンジー、ガンストリーは押しつぶされた建物の下から生きて発見されたのです。奇跡はいつもそのように即座に起こるわけではありません。時折私たちは熱心に祈り求めている奇跡がどうして今ここで起きないのだろうと考え込んでしまうことがあります。しかし救い主に信頼を置いている限り、約束された奇跡は起こります。現世か来世か分かりませんが、全ては然るべき形に収まるのです。救い主はこう宣言しておられます。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。主を愛し、主を信頼し、主を信じ、主に従うとき、主の愛と承認を感じることを証しします。キリストは私たちをどう思われるかと自問するときに、皆さんは主の弟子であり、主の友であると分かることでしょう。主はその恵みによって、皆さんが自分一人の力ではできないことを、皆さんに代わってしてくださいます。私たちは、愛する預言者の最後のお話を心から楽しみにしています。トーマス・エース・モンソン大官庁は、私が12歳の時に主イエス・キリストの使徒として聖任されました。48年以上もの間、私たちは祝福されて、彼がイエス・キリストについて証しするのを聞いてきました。私は彼が現在この地上における救い主の専任使徒であることを心から証します。この教会の会員ではない多くのイエス・キリストの弟子たちに対し、心からの愛と尊敬を抱きつつも、私たちはへりくだり宣言します。私たちの時代に天使がこの地上を再び訪れました。主が古代に設立されたように、イエス・キリストの教会が力、儀式、天の祝福を伴って回復されたのです。モルモン書はイエス・キリストのもう一つの証です。私はイエス・キリストが世の救い主であり、私たちの罪のために苦しみと死を経験し、3日目によみがえられたことを証しします。主は復活されました。将来いつの日か、すべての膝がかがみ、すべての舌が彼こそキリストであると告白することでしょう。その日、私たちの関心は、周囲の人々は私たちをクリスチャンだと考えているかということに向けられないでしょう。その時、私たちの目は主に釘付けとなり、私たちの心は次の質問に集中するでしょう。キリストは私をどう思われるか。主は生きておられます。このことをイエス・キリストの御名によって証しします。
アーメン。